衝撃の結末。MLB 史上最強のダイナミックデュオ、大谷翔平とトラウトが打ち立てた。新たな記録 MLB 史に残るダイナミックデュオ、大谷翔平&トラウト。彼らが今回打ち立てた新たな記録は、世界を驚かせた。2023年5月14日、LA エンゼルスのホーム。エンゼルススタジアムオブアナハイムで行われたロイヤルズ戦。この日も、大谷翔平は、圧巻のパフォーマンスを見せた。一番打者として出場した彼は、5打数4安打をマーク。さらに、ホームラン1本、3打点という大活躍。一方で、トラウトも、自己最長の18試合連続安打を達成し、彼のバットも熱かった。そんな試合中、彼らが、あることを成し遂げた瞬間があった。迎えた8回裏、ロイヤルズのピッチャーが、2ストライクのカウントで大谷に投球。大谷は、見事な反応で空振りするも、捕手がボールを落としてしまったのだ。大谷はこの、チャンスを逃しません。こんなチャンス、絶対逃さないという意気込みを胸に、大谷は、自らも打席に入った。トラウトに、足に気をつけろ。と告げ、二刀を敢行。トラウトは、その後も、見事な打撃を見せ、大谷が盗塁を決め、トラウトが敵地打を放ち、二人で得点を決めたのだ。このチームワーク抜群のプレーは、史上初の快挙。1イニングで二刀、1失策を記録したのは、MLB 史上初めてのことだという。大谷とトラウト、二人がいかに信頼し合い、パートナーシップを発揮していたかがこの、プレーからもわかる。そして、彼らのチームワークは、この1プレーだけにとどまらず、試合全体にわたって、続き、最終的に、エンゼルスは6の3で勝利した。エンゼルスファンからは、歓喜の声が上がり、大谷ニューストラウトという新たな、デュオも誕生したという。今後も、彼らのダイナミックなプレーに注目が集まりそうだ。動画をご覧いただき、ありがとうございます。この動画が気に入っていただけましたら、グッドボタン、コメント、そしてチャンネル、登録もお願いします。